Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр Томоогогийн зочноор Mobicom корпорацийн захирал Курошима сангийн өрөөнд ирсэн байна. Конничива. Юрошко гайшимасу. Курошима десу. Юрошко онегайшимасу. Ямарсан урилгыг хүлээж авсан Курошима санд баярлаа. Конкайва出演したしていただいてありがとうございます。あ、いいえ、すごくね、光栄に思ってます。あ、そうですか。ある意味モンゴルで一番有名な日本人の方の番組に出れるのはなかなかないチャンスなんでね、ちょっと楽しみたいなと思ってます。ありがとうございます。ですね、Kurushimaさんと私は同じ早稲田大学を、はい、あ、そうですね、はい、卒業して、はい、多分Kurushimaさんは思うに。99年卒業？私ね、96年入学の2000年卒業です。あ、そうかそうか。2000年卒業ですね。ミレニアム世代と言われている人たちです。そうですね。はい、あ、私96年入学で、私が留学してたから遅く卒業してしたんですよ。あ、そういうことですね。はい、はい、はい、そうなんです。で、で、その同じ時期に同じ早稲田大学で、すごい就職が大変な時期だったと思うんですけれども、すぐに KDDI に入社されたということですか？そうですね。卒業してからはすぐ KDDI に入社したんですけど、今おっしゃっていただいたように、多分就職氷河期って言われている時代で、なかなかこう会社さんが募集がなかった、少なかったっていう時なんですけど、結局です、私何社だろう、3、40社受けたんですね。受けて内定が3、4個で最終的に KDDI に決めたんですけども、やっぱりなかなか決まらなかったですね、正直言うと。多分お正月明けてぐらいから一生懸命こうなんかはがきとかインターネットで説明会応募して、うん、で書類選考、試験、面接とか繰り返して、結果的に決まったのはゴールデンウィーク、直前ぐらいです。ああ、でも早いんですか、それって。私就職活動しなかったから、だからその時は毎年少しずつ早くなってるって言われていて、うん、でもやっぱ決まる人はもっと早かったんですよね。3月末ぐらいが4年生になる前にもうなんか決まってる人たちもなんか一部ではいて、で、たまたまなんですよ、私子供の頃ちょっと海外に住んでたことがあるので、英語を生かして仕事をしたいなと思ってたので、外資系企業とか海外に拠点がある会社を中心に回ってたんですけども、外資系はもう早く始まって早く終わってましたね。それはもうちょっと残念ながらあまりご縁がなかったんですけども、うん、で実は入ったのも KDDI ではなくて、 KDD という国際電信電話株式会社に内定をいただいて、10月1日に内定式っていうのがあるんですよね。いわゆる4月1日に入ってくださいねって、入りますって言った人たちが集まる会があるんですけど、その20日後に新聞に合併しますというのが発表されました。採用が決まったのは KDD だったけれども、はい、入社したのは KDDI だった。実は入社したのも KDD で、入社してから半年後に会社がなくなって KDDI になりました。はい、でちょっとこうなんかこう、なかなかそういう経験ないんですけども、うん、入った会社から6ヶ月ぐらいはなくなってたっていう感じですね。でも合併したってことですね。合併した、はい。先ほど子供の頃に海外に住んでたっておっしゃってたんですけども、はいはい、ご出身と、お出身はどちらですか？そうですね、生まれは、兵庫県で、関西、幼稚園まで関西にいまして、でその後東京に 親の転勤で引っ越して、でその後また親の転勤でカナダに引っ越して、うん、で6年ぐらいいて、千葉に戻ってきました。なのでそれ以降はずっともうほぼ関東圏です、ね。はい、そうかそうか。子供の頃の6年間超バブルの時期ですよね、日本が。多分そうです。85年から91年ぐらいなので、だからその辺知らないんですよね。そうですね、日本にずっといなかったの で、まあ、小学生時代だったのであんまりちょっと子供だから縁がなかったかもしれないですけど、俗に言うバブルとかは全然わからないです。じゃあドリフとかはあんまり見てなかった？ほとんど見てないですね。当時VHS とベータっていうビデオカセットがあって、まだインターネットが全然ない時代だったので、
あの例えば親戚が1ヶ月ぐらいなんか取りだめしてくれたテレビ番組をこう船便で送ってもらって、それを 2,3 ヶ月後に見るみたいな生活をしてましたね。なるほど、そうかそうか。ちなみにお父さんのお仕事って どういう業界の仕事なんですか？あ、そうですね、もともと父親は商社で働いてて、あの担当がまあ紙パルプみたいなものだったので、うん、まあ、木がある、木が多い国ですとか、いわゆるそういう製紙工場、紙を作るような工場があるようなあの拠点を転々としてたので、たまたまそこの一つに、まあ、カナダがあったっていうのが、まあ、きっかけでしたね。はいはいはい、なるほど、いいですね。でもあの私あの超バブルだったじゃないですか、はいはいはい、その頃で、あの子供の時に外国に行ってみたかったんですよ、はいはい、でうちは国家公務員で、まあ、そんなにお金持ちではないけれども、そんなに貧乏でもなくて、あの結構バブルの時期ってハワイ行ったり外国行ったりするのすごいすごかったんですよ。あ、なるほど、はい、私宮崎出身ですけど、はいはい、であの友達がハワイ行ったり、あの、うん、アメリカのフロリダのディズニーランド行ったりする中で、うん、すっごい外国行きたくなって、うんうん、行きたいって言ったんだけれども、あのそんな贅沢させられないって言って、はあ、すごい夢でした外国行くの。だからもう多分私はだからその日本のそういう状況もよくわからないし、で海外にいきなりこうポンと行って、まあ、言葉も喋れないので多分生きるので一生懸命だった感じがするんですよね。だからまあでも今振り返ると多分その親は確かいろんなところ連れてってくれてたかなっていう感じはするので、あ、そういう意味だとそのバブルの恩恵を少なからず受けてたのかなというふうに今思えば感じますね、うん、はい、あの、はい、その頃私は 毎週土曜日に8時だよ全員集合を見てましたね。8時だよ全員集合。東京地方あいにくの雨でございますけども、お客さんが大勢もお見えになっております。ドリフはちょっと見てなくて、うん、友達があのトンネルズの、うん、皆さんのおかげですよとか、はい、撮ってたのでそれがよく出回ってきました。あ、はい、そうかそうか、じゃ あの外国で、中学生まで、そうですね、まあ、ほとんど 小学生ほとんどですね、小学校2年生から中学校2年生の日本でいうと秋だから夏休みまで向こうにいたって感じですね、はい、で日本に戻ってきた時は結構日本ってこんなだったっけみたいなありました。あ、生活面はやっぱりよくわからないんですけど、うん、なんかそのいろんなルールがあるなって思いましたね、うん、あの例えば、まあ、ちょっと他の国はあまり知らないんですけど、日本って公立の学校だと必ず掃除をするじゃないですか、うんうん、トイレ掃除、教室の掃除、校庭の掃除とかって掃除当番があってって言うんですけど、うん、カナダって基本そういう職業あるんですよね。清掃員という職業があって、うん、あのまあ、子供は、まあ、とにかく勉強に専念しなさいみたいな感じでだったりだとか、あとはその、まあ、給食があってみんなでこう一緒にご飯を食べるとか、うん、制服があったりとか、給食当番がいるとかね、そうそうそう、そういうのは全然やっぱカナダとか、その私が行ってた学校はなかったんですよね、うん、あの学校にも別にフェンスがあるわけでもないですし、うん、昼休みにあったらお弁当持ってくる人もいれば、うん、家帰って食べる人もいたりして、あ、結構自由だったので、うん、急にそういうそのあまりルールがそれなりにないところから急にいろんなルールがあるところに行って、やっぱり最初はちょっと戸惑ったかなと思いますね、うん、実際に私一個下の弟がいるんですけども、弟はやっぱり馴染めなくて違う学校に編入してきましたね、3ヶ月で。あ、公立の学校に馴染めなくて、はい、もうちょっとあの私立の自由なところ に移りましたね。はあ、そうですよね、うん、だから いれば別に多分普通なんですけど、やっぱり違う世界から急に来ると、あれなんでこんなたくさんいろいろ決まり事があるんだとかっていうのは、多分窮屈に思う人は窮屈に思うのかなと思いました、ね、そうですよね。あの多分小学校から中学校ぐらいになると将来の夢とかってこう徐々に、はい、あの意識していくと思うんですけど、まさかあの
モビコムの社長になろうとは思ってなかったともちろん思うんですけど。そうですよ。その時モビコムって全然知らないし、まだなかったですね、モビコムは。はい。子供の頃、まあ、子供の時頃の夢もだんだん徐々に変わっていくんですけども、皆さんきっと。はい、なんか覚えてる夢ってあります？そうですね。多分ね、幼稚園の頃は、まあ、要はね、忍者になりたかったと思ったんですよね。かわいい。多分それで、なんか電車が結構好きだったので、電車の運転士になりたいなと思ったことが一時期あって、うん、でその後は、まあ、いろいろ多分あるんですけど、それなりにその高校生とか大学生ぐらいになると、うん、やっぱなんかこうやっぱせっかく海外に住んでたので、うん、まあ、その経験とかそこで培ったスキルを活かせる職業がいいなとおぼろげながら思い始めて、外交官を一時目指した時代があったんですけど、うん、まあ、それはちょっと残念ながら挫折して、うん、で結果的にさっきちょっとお話した通り、まあ、外資系企業とかいろいろ回りながら、うん、まあ、国際電信電話はもちろん国際電話を取り扱っている会社だったので、うん、海外行けるかなと思って、まあ、アフリカにインターネットを普及したいっていう志望動機で、あ、そうなんですか、取ってもらいました、はい、あ、そうなんだ。やっぱりなんかそのちょうど高校生の時にポケベルって覚えてます、うん、ポケベルが高校の時に流行って、で大学生の時に PHS が流行って、うん、大学3年4年生、まあ、携帯電話になっていったんですけど、やっぱりその同じく家の電話も、うん、昔はその ISDN、うん、ADSLFTTH、まあ、でも家のインターネットもどんどん速くなっていって、うんうん、で携帯電話も使えるとかいう、まあ、通信が結構やっぱり生活を便利してたなと思って、うん、まあ、そういうのがないところで普及させられるとなんか達成感があるかなと思って、国際電信電話の志望動機にはそれをずっとひたすら言い続けました、ね、うん、そうするとアフリカまで行かなかったんですけど、気づいたらちょっと西の方に来てモンゴルに行きますと。あで、まあ、これも結果的に、まあ、ある意味、まあ、国は違いますけどやることは一緒なので、まあ、なんかこう当時思い描いてたことが少し形になってるかなというふうに今はちょっと考えてますね、うんうんうん、はい、そうだ、これちょっと最初の方に持ってくるビデオにしよう、はい、なんでモビコムの社長さんは代々日本人なんですかっていうところ聞こうかな、はい、うん、皆さん多分、はい、実は歴史をたどっていくと必ずしも全員日本人じゃないんですよね。あ、そうなんですか。もともとは KDDI と、まあ、当時は、まあ、国際電信電話ですよね、と住友商事とニューコムグループで立ち上げた会社なので、歴代は比較的多分ニューコムの出身の CEO が設立当初は多かったのかなと。で、うん、まあ、KDDI 出身の方がいらっしゃったり、住友商事出身の方がいらっしゃったり、まあ、はたまた外部から招聘した CEO もいたりはしました。でちょうど私と私の前任の浜田は、まあ、ともに KDDI から派遣されてきてるんですけど、その前のデビッド・ホリデーっていうイギリス人の CEO は外部から招聘した方だったりするんですね。そんなイギリス人がいたんですね、知らなかった、はい、知ってましたか。多分もしかしたらちょっとあんまり皆さん存じ上げて、あんまりその外に出てなかったっていうふうにお伺いして聞いてるんですけども、やっぱり一つ大きなターニングポイントとしては2016年に KDDI が子会社化したんですね。でそれまでは、まあ、33% ずつみんな持ってたところが KDDI が、まあ、マジョリティを持つことになったので、そうすると一般的に日本の会社ってやっぱりその子会社と関連会社ってガバナンス の、うん、まあ、程度がちょっと変わってくるので、まあ、KDDI としてはやっぱりそのガバナンスを強化する意味も含めて、まあ、日本の出向者を KDDI から派遣するっていうのが、うん、まあ、結果的に今のところまだそれでも2台ですけどね。うん、あ、そうですね。前任の CEO も長かったので。あ、そうですよね。はい、長かったので、まあ、まだ2台なんですけど、今続いているっていうのが、今のステータスですから、うん、まあ、確かに、年次からすると、私が、まあ、1年ちょっと、で前任が、まあ、ほぼ5年、6年みたいな感じになってるので、モビコムの27年の歴史のうち、まあ、7年間ぐらいは、
日本人が。日本人が、まあ、その前も日本人が、ね、いたんですけども、うん、まあ、最近の日本人が占めているので、ちょっとイメージ的には、そう、歴代日本人というふうに見えるかもしれないですけど、決してそうではないという状況ですね。あの、じゃあ、あの、ちょっと、現在のお仕事について、いくつか聞いていきたいなと思うんですけども、はいはい、あの、その、今聞いた話で、その、なんていうの、そのネットワークを広げていきたい、モンゴルでみたいな、はい、うん、で、モンゴルのネットワークって、あの、ないところもあれば、ウランバートルみたいにすごい集中してあるところもあるじゃないですか。はい、で、ウランバートルの、そのインターネット環境って、日本よりも、東京よりも割といいかなって思うところがあるんですけれども。はいはい、そうですね、あの、実際に携帯電話のインターネット速度からすると多分日本よりいいと思います。で、あの、やっぱり国によってちょっと多分違うんですけど、日本ってやっぱりこう人口密集度が高いの で通信のこうアンテナってやっぱりこう同じ同時に使える人数とかにやっぱりいろいろ制限があるんですよね。でそれをやっぱりその極力、まあ、使いやすいようにということで、まあ、いろんな会社がこう設計をするんですけども、モンゴルは、まあ、密集度がそんな高くないんですけど、逆に言うと国土が広いから、そのいかにこう 面を広げる、まあ、ちょっと面と言うんですけど、面を広げるかっていうのが課題なので、まあ、つながりさえすればそれなりに多分その日本みたいに例えば 一つの局に、うん、数百人わーっているような感じじゃなくて、うん、まあ、100人200人だったら、まあ、同時につながってもそんなに体感的に悪くない速度が出るっていうのが、うん、まあ、状況なのかなと。あとは、まあ、もしかしたらそのちょっと私、まあ、来てまだ5年半しか経ってないんですけど、その前の時にやっぱりこう速度で競い合ってた時代があって、そうすると速い方がいいっていうことで、うん、まあ、各社とも、まあ、今携帯電話会社何社いますけども、うん、一生懸命こう品質を良くするっていう努力をした結果なのかもしれないかなと思ってます。うん、ただ一方でさっき申し上げたように、日本ってその人が住んでるところにこういうアンテナを立てていくと、うん、それなりにこう通信のエリアの面ができるんですよね。うんうんうん、大体人がずっと断続的に住んでるので、でね、うん、でこっちって、まあ、ウランバートルはウランバートルで都市機能がありますし、まあ、アイマックセンターとかスーもそれなりにあるんですけども、うん、まあ、距離が長いですよね。うん、例えば、まあ、なんだろう、ここから例えばハルホリン行きますと500キロ、うん、600キロあって、その間にスームがまあ4つか5つか6つとかしかない、うん、なるとやっぱり1つ その集落とか、まあ、人が住んでるところともう1つの間に、うん、まあ、30キロ50キロとか入れると、うん、やっぱりそこに本当は基地局打ちたいんですけども、やっぱ採算、我々やっぱ民間会社なのである程度採算も見ていかないといけないので、なかなか優先順位がそこまで回っていかない、うん、っていうのが、まあ、やっぱりジレンマであるんですよね。うん、できるだけ通信会社としては多分これはモビコムだけじゃなくて、おそらく他の会社もそうなんですけど、やっぱり筒裏裏カバーできればそれに越したことはないと思ってるんですよ。うん、ただやっぱりどうしてもそのやっぱりこう事前事業じゃないので、うん、アンテナ一つあたり一家族とかいうわけにはいかないですね。だとやっぱりちょっと正直どうしても後回しになっちゃうので、うん、それだったらそれ以外のところの、例えばまず例えばウランバートルをやりましょう、アイマックセンターやりましょう、スームやりましょう、で一部はまあバグもやり始めてはいるんですけども、じゃあ他にも例えば大きな鉱山会社が人が住んでないところにドーンって工場構えてますとか、うん、例えばリゾート地でウランバートルの人とかアイマックセンターの人がよく行くツーリストプレイスみたいなのがあったりすると、やっぱそっちをカバーしないと、まあ、生活の利便性という意味ではなかなかこう価値を提供できないので、やっぱりどうしてもなかなか全部を一緒くたにまあできないというのが、まあ我々の悩みではありますね。そうですよね。あの、例えばあのセレンゲ県だと、はい、うちがあの結構面白くて、うちがあの鉢置いてるところはこうあのモービー丘って呼ばれてるところとかがあってですね、はいはい、そこ行くとすごいモービーが入る。あ、そうですか、ありがとうございます。あのちょっと下の川沿いだとあのなかなか入らないとか、うん、あとあのユニテルさんだと入るとか、あこっち行くとユニテル入らないとか、なんかそういう、はいはい、結構、うん、あの
戦国時代みたいな。まあそうです。陣地取り合戦みたいなのもね。そう、はい。それやっぱ地図見て、なんかあの、武将みたいにやるんですか？いやいや、あの、これちょっと歴史が多分ちょっとありまして、うん、モビコムって、やっぱ一番最初に通信エリアを作った会社なので、あ、うん、まあ当時はやっぱりその人が住んでるところをカバーしましょうねっていう感じで、結構その、例えば、まあ見ていただくと、スーモのど真ん中に、基地局がアンテナが立ってたりするんですよ。で時代とともに例えばそのスーム自体がちょっと移動するとかいうケースもあったりするんですよね。そうですね。新しい、そうそう、新しいトゥーブとかね、そういうとこに、ね、うん、またそのスームが移動したりとか、うん、するとやっぱりこう後から来た会社はそれを見てるので、うん、例えば丘の上に作って、まあ、ちょっと広めに信号は弱いんだけど広めにカバーするっていう戦略を取ったりしてるので、そこにまあ多分歴史が少し実は隠れてはいるんですけども、うん、あのやっぱ丘を越えてつながらないのは基地局が少し低いところにあるので、うん、その丘を越えて信号が電波が届かない丘の上にあるとどっちの方もまあカバーはできるということなので、うんうんうん、まあ、その辺にちょっと差が出てるのかなと思ってます、うん、なかなかあの熾烈な戦いが繰り広げられているのかなと。そうですね、なかなか熾烈だなと私も思ってまして、そのよくのインターネットとかに世界の例えばそのデータ通信量が安い国ランキングがあるんですけど、うん、モンゴルって世界で今だいたい多分11位ぐらいなんですよね。安さで一番安いのはどこですか？一番安いのちょっとね覚えてないんですけども、うん、やっぱ GDP がそれなりに高くないのに安い。でも安いっていうことは設備と金額ってあまり変わらないんですよね、うん、その例えば日本で買うものとこっちで買うもの、まあ、多少金額が違ったとしてもあまり変わらない中で、その人口も少ないデータの通信の料金も安いってなると、やっぱりこうお客さんがどんなに使っていただいてなかなかこうリターンが少ないので、うん、リターンが少ないとやっぱ次の投資に回せる金額にも限りがあるので、やっぱそこはさっき申し上げた本当はつつうらうらやりたいんですけども、やっぱり正直ジレンマっていうのがあります、ね。なるほどね。はい、あ、そうですね。日本と比べてもかなり安いですよね。安いですね。はい。はい、あのデータにしても、はい、基本料金にしてもかなり安いなと。ありがとうございます。あの電話でもですね。はい、なんていうかな。これからモンゴルの通信業界において、例えば。私蜂蜜やってるじゃないですか、はいはいはい、蜂蜜ってまだまだあの需要を伸ばせるんですよ、うん、国内で、うん、はい、全然あの5倍10倍にできるんじゃないかと思ってるんですよね、うんうん、あの通信になると多分5倍10倍需要を伸ばすってすごい難しいと思うんですけれども、うん、あの画期的ななんか新しいサービスとかが出てくるとわーっとまた盛り上がるんじゃないかなと思うんですけど、うん、はいはい、なんか見込まれてるものはありますか？なかなか難しい質問ですね。あのないと正直言うと、まずモンゴルのまず一つプラスの材料っていうのが、その人口が まだ成長軌道に乗ってる、年率で大体 2% か 2.5% 人が増えているので、うん、やっぱり通信のまずベースはそのインフラですよね。なんか 2G、3G、4G とか家庭のインターネットとか考えますと、うん、世帯の数、人の数が、うん、まず一番事業の規模に影響するので、うん、まあ、人口が増えてるっていうことはすごくいいことかなと。日本だと逆に、まあ、ご存知人口減ってるので、まあ、各通信会社は人が減ってるんだったら一人当たりの使っていただくお支払いいただく料金を増やさないと同じ規模、うん、事業規模を維持できませんよねっていうことで悩んでるんですよね。あ、日本側は逆にこっち側人口が増えてるの で、ね、まずその増えてる人口に対して我々が適切にサービスを提供するというのがまず一つ目のところかなと。で、2つ目が、まあ、ここはちょっとまあインフレとか経済成長とかと絡んでくるのでちょっと何とも言えないんですけども、やっぱりお支払いいただく料金を1人当たり増やしていただくっていうのが、まあ、次の成長のドライバーになってくるんですけども、まあ、ここは、まあ、さっきおっしゃったようになんか画期的なサービスで、うん、いやどうしてもこの例えばアプリ使わないと生きていけないから、もうとにかく一日中使い続ける、そうするとデータ通信の使用量が増えるので、まあ、お支払いいただく料金も増えるっていう構造になるんですけども、やっぱりその例えば5年、まあ、7年ぐらいかな、2016年に 4G がモンゴルで初めて導入されたんですけども、
そこから一気に 2,3 年ぐらいで総務までは通信があるように環境になったんですよね、うん、ですから一気にこう通信化っていうのが進んで、で特に 3G から 4G っていうのはでインターネットの体感速度が格段に改善していると思いますので、あのやっぱその上でどういうビジネスができるかっていうのが次のステップかなと思うんですね。で例えばあのいろんなスタートアップが最近出てきてると思うんですよね、うん、その教育系スタートアップ、うんうん、医療系スタートアップ、あとまあ交通系、まあ、タクシー UB キャブと含めたまあ交通系のいろんなアプリケーションをモンゴルで作っている人たちが出てきているので、うん、まあ、この方たちがそのお客様にそういうアプリケーションとかをいろいろお届けして、うん、その方々がそれをアプリを使うためにデータを使っていただくと、まあ、我々は一つありがたいなと思ってますし、うん、逆にモビコムでもそういったものが何かできないかなというのを考える必要があると思っているので、うん、あの2018年にあのモンペイっていう電子マネーとスーパーアプリ、はい、だからそのローンを借り、マイクロ小学ローンを借りれます、うん、あの QR コードで決済ができますっていうのを、まあ、やってますし、あと WOO っていうそのテレビチャンネル映像配信コンテンツもやっぱりその携帯でテレビとかビデオとか見れると便利だよね、スマートフォンの画面も大きくなってるし、まあ、場合によってはタブレットでも見ることができますよね、うん、ということで、まあ、そうするとお客様は生活が楽しくなる、我々はたくさんご利用いただいているということで、まあ、相乗効果で伸ばしていけないかなというのは考えてます、うん、ああなるほど、ああなるほど、分かりました。それあそうか、それで家のテレビには飛ばないようになってるんですよ。いや、まだ家のテレビ飛ばせるんですよ。そっち行くとあのユニビジョンに行っちゃう。ああ、それ多分ですね、ご家庭のインターネットがユニビジョンにつながってるからだと思うんですよね、うん、ですからあの当然ユニビジョンさんも自前の IP テレビとインターネットをセットにしよう、うん、販売されてて、あ、はいはいはい、で我々はモビネットという子会社で、うんうん、ウーとそのホームブロードバンドっていわゆるその家に向けてのインターネット回線を提供してますし、うんうん、逆に言うと我々のウーの特徴はインターネット回線どこの会社でもいいんですよね。あ、はい、例えばユニビジョンさんのインターネット回線にウーの箱をつけていただいたりとか、ウーの、はい、ウーのアプリケーションが使えるスマートテレビにつながってると、ウーのそのコンテンツ の加入月額加入料でお支払いいただければ別に他の回線でも使えるんですよ。そうか、じゃ あ IC ウーの箱がないから家でテレビで見れないんですね。今も多分そうかもしれないです。それからもしかしたらスマートテレビを順次ちょっと対応してますので、うん、あの最近ですと例えばいろんなメーカーさんがスマートテレビでこうテレビの中にもアプリケーションがいろいろ入ってる、はい、うん、その中にウーも今入れていただくような形で進めてますので、あ、そうなんですか。そうすると別に箱買わなくても使えるという、うんうん、はい、生活ができるかなと思います、はい、なんか新しいあのドラマがウーで出るってことで、あのちょっとプロデューサーさんに聞いたんですけど、秋かな。あ、そうですね、あのまだ言えないでしょ。まだ正式には言えないんですけどもあのやっぱりその何でしょうね、そのまあ、私からすると日本と比べてどうしてもやっぱ娯楽が少ないモンゴルでは、うん、テレビとか映画とかドラマってすごく貴重な娯楽コンテンツかなと思っているので、うん、あのどうしてもやっぱテレビチャンネル数でいくと例えば競合他社さんと比べるとどうしても我々後発後から事業を開始しているので、うん、なかなかちょっとこうチャンネル数を揃えるのは難しいんですけども、うん、やっぱりその他社さんにない映画コンテンツ、他社さんいないドラマコンテンツを、うん、あの提供させていただくことによって、うん、あ、ウーでしか見れないからじゃあちょっとウー使ってみようかなというふうになっていただけるといいかなということで、あのそうですね、あのモンゴルはいろいろその海外のフォーマット、ドラマフォーマット、うん、映画フォーマットをリメイクするのが上手なので、あの秋頃にいいコンテンツが出ますのでぜひ期待してください、はい、なんかすごく楽しみにしています。はい、いいですね。ありがとうございます。ちょっと聞いて、あのモビコムさん、あの最近その教育に対してそのボランティア的なものもあれば、多分優勝のサービスもあると思うんですけど、うん、すごい力を入れていらっしゃるなと思ってるんですけれども、はい、あの教育についてモンゴルの教育について会社としてどういうビジョンがあって、それいつから始まって。うんうん、あのどういう経緯で今どんな規模になっているかっていう話を、はい、ありがとうございます。あのモビコムは、従前から
2010年ぐらいから、いわゆる俗に CSR 社会貢献活動みたいな取り組みをしていたんですよね。で実はその時からずっと子どもっていう軸がありまして、まあおそらくやっぱりこう人口ピラミッド的にやっぱ子ども、まあ、若年層の比率が比較的高い国ですし、やっぱり経済が発展するためには産業が育ち、産業が育つイコール労働力が必要になって、そうすると労働力の質のが今度問われて、やっぱりその働き手の数、働き手の質が上がることが経済を発展する、まあ、長期ビジョンになるのかなということで取り組んできていたと思うんですね。で、まあ、当初はその給食プロジェクトですとか、あとは推薦トイレを地方の学校に提供しましょうという、どっちかというとその栄養健康みたいなところに行ってたんですけども、うん、まあ、どちらのプロジェクトも最終的にはモンゴル政府が引き取るという形で、まあ、正式に引き取るって言われたわけじゃないですけど、まあ、継続しますよ、政府がやりますって宣言してるので、うん、じゃあうちがやる必要ないですよねっていうことで考えた時に、その給食もトイレもどちらかというと寄付に近い側面があるんですよね。だから我々別にトイレを作る、その施設を作る会社、建設会社でも ないですし、もうちょっとその中自分たちのやってる事業に近いことで社会貢献した方がいいんじゃないかって話がありまして、でたまたま結果論なんですけど、まあ、教育先生の数が全般的に足りませんよねとモンゴルでは。で、うん、聞いた話によるとウランバートルでは学校によっては、まあ、三部制を敷いている学校もあって、うん、なかなか子どもがその、まあ、潤沢な教育を受けられない、かつもしかしたら都会と地方ではさらに教育格差があるかもしれないと考えた時に、うん、まあ、通信ができることって基本的に距離と時間を縮められるんですよね、うん、ですからそうするとじゃあ我々ができることって何なのってなった時に、あ、もしかしたら携帯電話を、そのただの携帯電話しか配るわけじゃなくて、携帯電話にデータ通信ですとかコンテンツを一緒に合わせて必要な子どもたちに届けることによって、この子たちに教育の機会が与えられるんじゃないかって思って始まったのが、そのスマートエデュケーションっていうプログラムなんですね、うん、これはたまたまコロナとまた重なったっていうのが、まあ、結果的には良かったかなと思ってて、やっぱりコロナになるとやっぱりこう学校が閉鎖してます、まあ、会社もそうですけども学校閉鎖されてるから学校に行けない、そうそう教育の機会がない、じゃあテレビで聞いてください、うん、視聴してくださいねっていうことなんですけど、そのモンゴルって まだまだ家族構成で子供が多い家庭が多かったりした時に、うん、でもテレビって基本的に家庭のものだから1台しかない、携帯電話あるけど親御さんが使ってて仕事に行っちゃうと家にないとかなってくると、やっぱりこうデバイスがないから教育を受けられない子たちっていうのが、まあそんなにいるというのが我々の方でも分かって、うん、でもその子たちを、まあ、見捨てるわけにはいかない、うん、でも全員は救うことはできないので、まあなんかこうちょっとこうエッセイとかなんかこう絵を描いていただいて、うん、まあ先日ながらこちらの方で選ばせていただいて、まあ、教育に意欲がある子どもたちにそういう、まあ、配布をして、まあ、使ってもらうっていうのを、2020年から始めてますね。うん、で今のところ2年間やりまして、大体3000人強には配っ、まあ、お届けできてると思うんですけども、うん、まだまだ本当はその必要な子どもたちがいたりですとか、例えばやっぱり携帯電話の画面だったらどうしてもやっぱりそれでも画面が小さすぎて、まあ、ちょっと目に悪いんじゃないかとか、あとやっぱりこう配っただけじゃダメで、ちゃんとその成果が出たかどうかをちゃんと、まあ、測定しないと、やっぱり目的は別に携帯を上げることではなくて、うん、携帯を正しく使って教育を受ける、うん、で教育その学校の顔その義務教育だけじゃなくて、インターネットの世界というのは情報は無限大にありますので、新しい世界を知ることもできたりするので、そういったのにまあ少しでも使ってもらえれば、うん、まあ、若い頃から正しく携帯電話を使うことによって、まあ、その子の人生をより良くするっていうのを目的としてやってますし、今年もまあ何らかの形で続けられればなと思ってますね、うん、でやっぱりそれだけだと今度はそのやっぱ携帯電話ゲームだとか、うんうん、まあ、いわゆる嘘の情報だとか、うん、いろいろこう誘惑が多いんじゃないかっていう話があるので、うん、去年からその
まあ、日本でもやってたりするんですけど、携帯教室っていう、いわゆる携帯電話を正しく使うためには何を考えなきゃいけないのか、何をすべきなのかっていう取り組みを、まあ、まだちょっと小さい規模なんですけども、ウランバートルの方が始めていて。あ、そうなんですか。やっぱりその、まあ、正しく使ってもらうことって我々にとっても最終的にはプラスになってきますので、そういったことをまあ引き続きやっていきたいなと思ってます。そうなんですよ。あのこの前ね、私もあのなんていうの、モンゴルでも情報を確かめましょうとか、うん、ファクトチェックしましょうみたいな運動が結構あってですね、はい、この前あのコメディ、あ、コメディやってるんですけど最近。あ、そうなんですか。スタンドアップコメディをやっていて、ね、はい、コメディアンとして呼ばれて、はい、で、ファクトチェックしてねっていうコメディをしてくださいって言われてやったんですけど、なんかあの私いつもあの日本のスパイじゃないかとか、はい、本気で思ってる人がいて、はい、本当に書かれたりして、はい、結構実害もあるので、あの皆さんちゃんと情報チェックしましょうねっていうのを、はいはい、そういうのをネタにしてやったりしてるんです。そうですね。ですからそのインターネットの世界って逆に言うと顔が見えないので、うん、ある意味ちょっと、まあ、悪く言うと自由なので、うんうん、特にその例えば経済が少しちょっとこう下降気味だとか、生活が少し困窮してくると、そういう誘惑に乗りやすいだとか、ストレスを発散しちゃうとか、ね、する場所が欲しいとかっていう話になっちゃうので、うんまあ、それは結果的にはまあ悪い使い方なんですけども、うん、やっぱり未来の子たちがそうならないように、うんうん、若い子の間から正しい使い方をまあお伝えするってことはまあ大事なことなのかなというふうに思ってます、ね、リテラシーとかですね。そうですね。そうですね。あのコンテンツ的には子ども向けのものとかっていうのは作ったりされてるんですか。そうですね。あのちょうどたまたまその我々 の, その株主の KDDI、うんまあ、日本の通信会社でも似たような教育コンテンツを作っていたので、それを少しとモンゴル流にアレンジして、うちのスタッフが学校をちょっと回らせていただいて、あの、まあ、1時間なりちょっとレクチャーさせてもらうっていうのをやってます、ね。うん、ああ、なるほど、はい、へえ、そこそこ面白いですね。前任の濱田さんはすごいあの、外側に外向けに自ら発信し始めたモビーコムの社長さんだったと思うんですけれども、はいはい、あの同じ活動が求められたり して大変じゃないですか。まあでも多分やっぱり CEO それぞれのスタイルが多分あると思うのであの多分ねちょっとタイプは違うなと思ってるんですね、うん、で情報発信をしてなくはないと思うんですけども、うん、まあより多分あれですね、あの浜田の場合はモンゴルの若者の皆さんのために、そうですね、モンゴルの人たちのためにもう自分の持ってるものを共有するっていうのを、メンター的なね、そうですね、もうすごくやってたかなと思うんですけども、うん、ちょっとまだ私そこまでの余力がないですかね。あのじゃあ浜田さんじゃなくて、うん、来島さん の, あのスタイルというかやり方、あのこう社内で変わったなっていう方針とかってあります？そうですね、これといってもというふうには難しいんですけども、やっぱりそのオビコムって27年の歴史で、うん、いいところも悪いところもあるんですよね。ですからやっぱり私の仕事ってそのオビコム生え抜きではないの でかつその CEO になる前は4年半ほどまあ、CMO ということでマーケティング全般を広報宣伝とかもやってたので、うんまあ、モビコの内部オペレーションのことはそれなりにまあ知ってる部分もあるっていうのがあるので、やっぱりこうなんだろうな、いかにこう効率的に生産性が高く事業を運営できるかっていったところをまあ目指したいなと思っていて、あ、なるほど、まあ、外向きの活動もそうなんですけども、まあ、できるだけ中のまあ、をより筋肉質な組織にしていきたいなっていう思いはありますね、うんうん、筋肉質ってすごい浜田さん浮かんじゃった。あ、だから肉体がね、そうですね、肉体がね、
あ、だからイメージはあれですね、あのムキムキマッチョじゃなくて、うん、細マッチョを作りたいな、なるほどね、作りたいなと思ってますね。はいはいはい、で効率よく、そうだから別にそのスリムするってことは例えば人の減らすとかそういう話じゃなくて、うん、やっぱり事業が大きくなるとそれだけ労働力が必要になってくるんですけども、うん、まあまあ、あんまりこういうビデオでお話するものがあって、やっぱり労働人口がもともと少ない国、うん、で国もいろんな産業を立ち上げようとしてるってなると労働力の奪い合いになってくるんですよね、そのうち、うん、そうすると今は例えば人海戦術で回してるからいいかもしれないけれども、将来それが通用しなくなった時にそこからやったんじゃ遅いんですよね、うんうん、だから今のうちにやっぱりこう少ない人数で事業を回すことができて、そのあの生まれてきた余ったリソースを新しいことに向けていくっていうのがすると、うんうん、まあ、守りと攻めが両方できるっていうふうに、まあ、私は思っているので、うん、そういうふうにしたいと思っているんですよね、うんうん、でなんで細マッチョっていう私は考えてます、はいはいはい、よくわかりました。うーん、あのこれからあの、ナーダムがあると思うんですけども、はい、うん、伝統を振り返るっていうのがモンゴルではすごく盛んだなと思うんですよね、うん、そのナーダもそうですし、サガンサルもそうですよね。で日本の場合だと例えばお盆とか正月って言っても、まあ一通りのことはしますけど、別にそのなんかその過去を振り返るとかそういうわけじゃなくて、うん、なんかお盆だからちょっとお墓参り行きましょうとか、うん、お正月だからちょっとおせち料理食べて駅伝見ましょうみたいな感じなので、うん、こっちはなんかどちらかというとすごくその一生懸命ですよね、うん、ナーダムに、うん、もちろんあの関わってる人はより一生懸命ですけど、うん、競馬だとかそのモゴル相撲だとかアーチェリーとか含めて、うん、すごくみんなが一生懸命やってるなという感じがするので、それはすごいなと思いますし、うん、まあ、機会があれば、まあ、あれですよね、ウランバートルのちょっと西の方にある競馬場のところで、うん、いろんな ゲルを立ててらっしゃる会社さんとか、うん、あの人がいらっしゃるので、まあ、大体こう仕事上の お付き合いがあったりするケースもあったりするので、まあ、ご挨拶に行く機会があれば行ってみてもみたいなと思いますね、うん、ただ行くとやっぱりどうしても飲んだりたくさん飲んだりするので飲まなきゃいいじゃないですかいやそのなかなかやっぱりおすすめされるとね、うん、お断りするのもよくないなと思って、あ、いやなんかモンゴル来た時にモンゴルで勧められたら断っちゃダメって言われたことがあって、あ、そうなんだ、そうか、ちょっとね、なんか気づいたら杯がたくさん組み交わされてて記憶がだんだんおかしくなるみたいなのが、私全然飲めないんですよ。あ、そうなんですか。そうで、あんまりあの共有されたこともないんですけども、結構でもあの飲まなきゃいけないからっていう方は自発的に飲んでる感じもしますけれどね。まあ理由が欲しいだけなのかもしれないですねはい、そうそう、だからまあ、 あのお祝いするのは別にあのいいことだと思いますし、うん、去年初めて実はのそのナーダムのオープニングセレモニー初めて見に行ったんですけど、あ、そうなんですか、はい、まあ、数時間にわたって壮大な、うん、あのパフォーマンスが繰り広がれててすごいなと思いましたね、うん、なるほど。ただあのモンゴルなかなか長期休暇がないので、うん、ある意味これは大事な長期休暇でもあるので、はあ、そうですね、今年長いですね。 お祝いとこの休息を、ね、うまくバランス取って、うん、過ごせれたなと思ってますね、はい、あの皆さんあの信じられないと思うんですけれども、モービーコムの社長さんたちはですね、つつうらうらその本当に田舎のアンテナを巡って行かれるでしょ、そういう出張されるでしょ、はい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 、あのそういう結構本当にあの田舎に行って道なき道を行ってっていうのをあの、うん、浜田さんの時に初めて知って、アルハ川行って、あの、あ、はい、昨日もハルハ川から帰ってこられたのがあって、うん、すごいタフですよね、やっぱ仕事。そうですね、あのここがあれですね、そのモビコムって、まあ、その日本の資本が入ってますけど、実際事業はモンゴル国内向けにモンゴル国民と、うん、まあ、あと、まあ、そこに在住している外国人のために事業をやってるわけなんですけども、やっぱりその外国人のハンデってその国のことを知らないんですよね、うんうん、で、まあ、日本に住んでるか日本のこと全部知ってるかってそうでもないんですけど、まあ、それなりになんかこういろんな周辺情報が入ってくるんですけど、うん、まあ、まずモンゴル語は喋れない、うん、モンゴル語の文献読んでも理解ちゃんとできないとか考えてくると、やっぱ入ってくる情報量がやっぱ限定的なので、うん、
やっぱ見に行かないと分かんないんですよね、うん、で別にスタッフのことを信用してないっていうわけではないものの、うん、上がってくる情報って大体まあこう CEO クラスまで上がってくる間にいろんな階層が経てくるので、うん、綺麗にフィルタリングされてくる情報が多いんですよね、うん、そうすると多分見ないとやっぱり分からない、うん、体感しないと考えられないっていうのがあるので、うん、まあそうですね、浜田の時から特にですかね、うん、やっぱり積極的に現場に行って、まあ、見て感じて判断するっていうものを、うん、まあ、やろうとしてますね。本当にあれですよね、具体的に言うとここにアンテナが必要かどうかとか。そうですね、だからその要望があっても本当にそこに必要なのかどうかって、うん、それは先方は必要かもしれない、我々としてそこが本当に優先順位が高いのか、ね、いろんやっぱりどうしてもエリアってみんな欲しがるわけじゃないですか、ないところに対しては。なのでやっぱり全部が全部できないので、その判断するためにやっぱりできる限り少し見て、うん、まあ、考えて自分に納得した決断をすることが特にまあ会社のトップとしては必要なのかなというふうに思っているので、まあ、そこはちょっとこう私の代になっても一応続けている感じですね。今年は他にどこ行かれますか？昨日ハルハカから戻ってこられたんです、はい、今地図が出てると思うんですけどそうですね、やっぱりいろんなところに行ってみたいところがあるんですけど、やっぱりこう一つはやっぱりコロナが明けてきて、うん、少し経済が活性化してきているので、うん、そのまあ、やっぱり 国の経済発展に我々通信はインフラなので、うん、貢献することが大事なので、いくつかやっぱ国家プロジェクトが走ってますよね。例えば道路を作りましょう、うん、鉄道を敷設しましょう、うん、国境を拡張しましょうみたいな感じなので、うん、まあ、そういったところからまずちょっとできる限りちょっと見てみたいなと思いますね、はい、例えば同じ国境でも多分32カ所ぐらいかな、なんか国境たくさんあるんですけども、うん、やっぱ全部できないんですよね。そうですね。じゃあ どこなのって話で、うん、それによって我々としてはどういう価値を提供するのっていうのを考えるのが必要なので、まあ、国境を見てみるですとか、うん、あとはやっぱりそのやっぱりこう国境が開くと次今度インバウンドの旅行客が増えてくることを期待して、はい、まあ、今多分ウェルカムツーモンゴリアっていう観光省がやってたりもすると思うんですけども、うん、そうするとやっぱそれに合わせたようなリゾートが急にできてたりとかすると、うん、じゃあそこに帰国後に必要なのかとかっていう話がいろいろ出てくるので、うん、やっぱりそういうのをまあ情報をキャッチしていける限りは極力行ってみたいなと思ってますけど、うん、具体的にここに行く予定があるっていうのは特にまだそこはまだないですね。これから一個一個詰めていく感じで、なるほど、まあ、寒くなるとどうしても行けなくなるので夏の間にちょっと回りたいなと思います。ゴビは結構行かれました？ゴビはですね、そうですね、今年はまだ行ってないんですけども、うん、まあ、機会があればあの羽毛ゴビに新しい恐竜博物館が確か昨年大きくしたって言ったので、あそこはやっぱりこうゴビといえば恐竜の化石っていう風な、まあちょっとこう関連性があるので、まあちょっと行ってみたいなっていう興味があります。あとはそのあのよく聞く話としてはそのなんだっけ、あそこ白い砂漠、ゴビカラバンセライ、はい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 、マンダルゴビの近くにあるのかな確か、キャンプ場、あの白いなんかこうリゾート地みたいな、はいはいはい、だからちょっと行ってみたいなっていう気持ちありますね、うん、あれなんかすごいいいらしいですね、はい、ただ夏は40度とかなるって聞いたので、でもゴビって影だと40度でも涼しいんですよね。そのさっきお話しいただいたハラホゴルの途中で、うん、あのスフバートル経由で行ったんですけども、あ、はいはい、40度でちょっと死にそうでした。あ、本当に、はい、あ、そうなんだ、はい、ちょっと暑かったのでもう少し気温が下がってから行ってみたいなとありますね、うん、そうですね、日本には夏帰られるんですか？日本は夏帰らないですね。暑いもんね。暑いしまあ、子供がちょっと冬のスポーツやってるので、うん、冬になると急にちょっとこういろんな大会とか、うんうん、2人やってるので重なって、うん、ちょっとこう車の数が足んなくなったりするので、うん、そのために帰りますね。秋から冬に休みを取ります。あ、なるほど。あ、もうお子さんたちと離れて何年？もう5年半。そうですよね、はい、寂しいですよね。そうですね、まあでもまあやっぱり今そこもやっぱ通信のいいところで、うん、あの私が海外行ってた頃はやっぱり手紙とかで1週間ぐらい経たないと手紙届かないという時代だったんですけど、うんうん、今です例えば LINE だとか、うん、Facebook メッセンジャーだとか FaceTime とかいろんなアプリがあって、うん、
別に電話すぐできますし、うん、でモンゴルの場合だと時差も1時間しかないですし、うん、まあフライトも夏だとほぼ毎日飛んでますし、うん、まあ時間とお金さえ許せば別に距離としてはそんな遠くないので、まあまあなんとか子供たちも家族も頑張ってくれてるかなと思いますね。うん、そうかそうか、本当にあのご家族を日本に置いて単身赴任で本当あの大変なこともいっぱいあると思うんですけども、同じ日本人として特にあの本当にモビコムさんって、はい、あのもうなんていうのかな、私たち日本人在留日本人の中ではこうなんなんかな、モビコムが、いやモビコムさんにのごめんなさい、モビコムさんの番号を持ってる持ってないに関わらず、毎年こう忘年会の景品にiPhone もらえるかもらえないかに関わらず、その大使館と並んでね、この大きい会社モビコムっていう会社があるっていうので、なんかこう安心感があるんですよね。そう言っていただきたいと思います。はい、ちょっと最近 iPhone 拠出してできてないですけど、はい、してくださいそうですね、うん、まあやっぱりそのなんだろうな、まあありがたく受け止めたいなと思ってますし、うん、やっぱ27年間事業を続けてきていて、まあ歴代のそのスタッフとか歴代の幹部層も含めて、うん、まあサービスがやっぱりこうモンゴルに根付いてる結果なのかなと思うんですよね、うん、でたまたまその会社の一つが日本の資本が入ってたっていうところで、うん、まあなかなかね外資系の出資がなんか少ないモンゴルの中では、まあまあ、少しちょっと目立つ存在にありがたくなってるので、まあ、そういうふうに捉えていただけるのは嬉しいかなと思いますね、うん、やっぱり他の通信会社も過去は韓国系の資本が入ってたりしてたんですけども、 あれなくなっちゃったんですか。はい、皆さん多分2010年ぐらいのその外資排斥運動をさっこりに今皆さん撤退、残念ながらそれに撤退されて、以降はまあ内資でここで回してるっていう感じだと思うんですけども、まあそこを生き延びたからこそ今があるのかなと思うので、うん、はい、本当にあの政治的な振る舞いとかもすごい大変なことがあると思うんですよ。あの私なんかじゃ想像が及ばないあのなんていうのやり取りがね。そうですね、だから逆に言うとそのモンゴルは小さな国なので、いろんな会社さん出身の、まあ、いろんなその政治家の先生たちが多分いらっしゃるんですけども、まあ、良くも悪くも我々にはそういう、まあ、バックアップがないので、まあ、逆に言うと中立的な立場を貫き通すことが大事だと思うんですよね、うん、ですからそれが人民党だろうが民主党だろうが新党だろうが、別にあの我々があこの人はすごいいいことやってるな、じゃあ一緒に協力したいなと思えば一緒に活動すればいいわけですし、うんうん、あこの人の政治理念にはちょっと合わないなと思ったらその方とは一緒に行動しないだけであって、うん、あの別にその政治が変わろうが結局我々は事業をやっているので、まあ、自分たちのポジションはしっかりと持った上でブレない運営をすることが大事なのかなというふうに思ってます、はい、当然ね、あのいろいろこう例えばやっぱりここにエリアがあった方がいいですとかというアドバイスをいただくことはあるんですけども、うん、最終的な判断はやっぱり我々が決めるところなので、あのやっぱり我々がここに必要だと思ったらやればいいと思ってるし、うん、あのと思ってますね。ですから我々はその、まあ、だからそういう意味だと政治とはつかず離れず程よい距離を保ちつつ、うん、平等に皆さんと接するっていうのを一応ポリシーとしてやってます、うん、 まあ、やってるつもりですね、はい、分かりやすいです、はい、うん、そうですね、まあ、一時期やっぱりその免許が剥奪されるリスクがあるとかいろいろいう話もありましたけども、そのなんだろうな、やっぱりその別に例えば法に触れることをしてない、免許を剥奪されるようなことをしてなければ、まあ、ちゃんとその正当な立場を主張すれば別に剥奪はされないと思っているので、うん、まあ、さっき その政治との中立性と同じで、うん、そのやっぱりちゃんとこう決まってるには従うべきだなと思ってるんですよね。だからあの決められてることはちゃんと守って事業をするっていうのがやっぱり一番大事なのかなと思うんですよね、うん、競争する中でもあの
そうですね、今までのビジネスを守っていく中でも、はい、その清廉潔白であることっていうか、あの誤りがないことっていうのはすごく大事になりますよね。そうですね、だから後ろめたいことがあるとやっぱりこうなかなか自己主張ができなくなるんですけど、うん、別に後ろめたいことがなければ自己主張はいくらでもできるので、やっぱりそうやって自分がちゃんと自分のポジションを立場をしっかりと主張できる状況に置いておくことが、うん、まあ、一番大事だなと思います。なるほど、すごいいいお話をお聞きしできました。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ本当すごい楽しかったです。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。ビギナーたちプレゼントの時間です。あ、そうですか。あの、ですね、すみません、いろいろ入ってるんです。あ、じゃあちょっとガチの、まず何はともあれうちの目玉商品のあの、松の実入りの、はい、で、あとこれが、菜の花の、お、ありがとう、お、なんかラベルがだいぶあれですよね、おしゃれになりました。そうなんですよ。でね、新商品でね、クッキー作ってるんですよ。あ、そうですか、すごいですね。これ蜂蜜入りで、ありがとうございます。これスノーボールっていう、すっごい美味しいので、ぜひ、あ、多分今日のおやつにでもぜひ、はい、で、これがあのロゴ入りのスプーン、お、すごい、ちっちゃい蜂蜜スプーンだ、お、すごい、ありがとうございます。そうです、お、すごい。アンドですね、私が PR あのお仕事させていただいてるビューティージャパンコスメティクスっていう会社があってですね、名前聞いたことあります。あります、はい、あの牛乳石鹸の代理店っていうか、はい、牛乳石鹸のあのブランドを輸入してくれていて、はい、あの牛乳石鹸ぜひ懐かしいと思うので使ってください。ぜひ、ありがとうございます。肌がね、あんまり強くないんでこういうの助かります。あ、そうですよ、はい、そうですか。なんかすごいあの敏感肌用のものもいっぱいあって、これあの今から日差しが強いので、はい、体にそうですね、だいぶ焼けちゃったんで、はい、あの湿気じゃないの、なんて言うんだっけ、しっとり潤い、保湿ですね、保湿をしてくださいということで、はい、ありがとうございます。はい、差し上げます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。あのインフルエンサーとしてお仕事をいただけたらあの頑張りますって。わかりました。営業しておきます。はい、ぜひこちらこそよろしくお願いします。なんか聞くことないですか、なんか私に。そうですね、うん、そうだな、やっぱりあれですね、そのさっき蜂蜜業がまだ5倍10倍需要伸ばせるとおっしゃったじゃないですか、はいはいはい、うん、やっぱり伸ばすためには何が課題だというふうに思っていらっしゃいます。伸ばすためには、うん、ですね、なんだろうな、やっぱりちょっと頭なんてみんなの考え方とか、うんうん、イメージをやっぱ変えていかないといけないと思うんですよ。はい、だからそれはまだなんかその蜂蜜を活用したなんかこう利用シーンの創出が少ないとか、うんうん、そういう感じですか。ね、それともまだまだ蜂蜜の効用を知らない人が世の中にたくさんいすぎるから、そこを啓蒙活動していかに蜂蜜が健康かっていうのをアピールする必要があるとか。いやいや、単に蜂蜜を食べたことがない、使ったことがない人がすごく多いんです。あ、そうなんですか。はい、だから、あの何とかして一口食べさせてる、食べてもらうっていう方法を取れば、結構モンゴルの人ってそのケチじゃないんですよね。はいはいはい、あの蜂蜜高いけど、あ、必要なもんでよくね、そう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 、うんうん、で、蜂蜜っていうものはあの普通に人の生活の中に必ずなきゃいけないんだよっていうあのイメージを定着させる。うーん、本当に効果出てるなと思うのは、その、うん、最初に私たちが養蜂を始めた時に本当に飲みにある陳列棚に1列しかなかったし、はいはい、1商品がこう1列、うん、今はもう 1.5 メートルぐらい。そうですよね。結構いろんななんかこうメーカーもなんか増えてきてますよね。そう。はいはい。そう、だからまずそのうちの蜂蜜かどうかじゃなくて蜂蜜を使うっていう文化がなかったから、はいはいはい、本当に無限大にこう広がるなと思って、その文化の創出ですね。はいはい、なるほどね。ありがとうございました。ご検討お願いします。そうそう、わざわざありがとうございます。Dein geht Kurushima-san bitte in ihre Unterricht.
Ich drücke dich zum Tabuchen. Bye, 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 bye. Bye.